とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はモッド入れております。下のアーティファクト欄を見ればわかると思うんですけども、そう、これ、ゴーレムキットが、ウォーデンに変わってしまうモッドですね。こんな感じで、ウォーデンが出てきます。さあ、今日はこれを使って、クエスト、クリアしていきたいと思います。ちょっとね、この前クリアできなかったここ、ペットが3に固定のところですね。行ってみましょう。それでは行ってみましょう。今回はね、装備をこれでいきます。怒り。前回は槍で行ったんだけども、まあ怒り、攻撃速度遅いんだけども、それで後ろから支援していく。で、ウィザーのアーマーで、HP もそれで回復していく。まあそういう感じで、行きたいと思います。あ、弓は別に関係ないな。まあ、弓は別に何でもいいと思うので、一応使いやすいウィンドボウ入れていきます。では、おいでませ。ゴーデン、9兄弟、めちゃくちゃ多いな。9体になるとかなりの数になっちゃうな。すごいね。では、行ってみますか。あー、攻撃速度は遅い。まあね、このね、ウォーデンたちを盾にして、俺が倒していくっていう、そういう感じ？これでいけるよ。前回は、よし。槍を使ってたんで、攻撃力はね、少なかったのよね。なので、ここで、怒りでいけば、全然いけるはず。あー、でもまあ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 。ウォーデンの HP はガシガシ減ってるような気はするね。いや、気のせいじゃないぞ。ちょっと待て。成長つけてるやつがいる。これは痛い。いや、もう、本当にさ、これ、厳しいか？まあ、俺はダメージはまだ受けてないけども、ウォーデンたちが、もう、ちょっとギリギリな感じに、なってきておりますね。これやられ出したら、ちょっと、あーやばい！ウォーデンたちがちょっとやられ出したよ。にゃっ！オッケー。大丈夫か？ああ、こいつらは倒せそう。こいつらまでは、倒していける。ボーナスショットね。そんなボーナスショットの雲だったら問題なし。やばい。あんだけいたウォーデンが残り3体になった。あ、でもまあまあ新しくもう出せるね。オッケー。いやでもね、今は出さない。もう少し待ってからだ。うん。いや、出せ！もう出せ！出そう！うん。もうそういう待ちの姿勢はやめよう。もう出してから一気に行きましょう。じゃあ。もうどんどん行こう。で、あ、そうか、そうか、そうか。弓がアーティファクトチャージついてるんで、消えたら、もうすぐ出しゃいいんだ。アーティファクトチャージで、クールダウンしていって。そう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 。あ、で、前回はあれだ。運が悪かったでも、ある。運が悪かった。うん。あの時はね、確か霊気がついてる、硬えな。スライムがむちゃくちゃ出てきたんで、まあ、それが悪かったっていうのはあるよね。OK。こう、さらに3体出しましょう。あれはね、ちょっと、よろしくなかった。敵の配置が。まあ、今回は別に、大丈夫じゃないですか？羽は使えません。羽ないとこう無理だな。今回はね、ウォーデンのみで行くって決めてるので、これでクリアしていきます。前回ビーストボスを入れていったんですけど、まあ、そこで、ペットの攻撃力を上げるよりも、実際自分が参加して、攻撃していく方が強いね。断然強いわ。うん。やっぱ召喚ビルドの弱さが分かったな。
敵をねそんな簡単に倒せないんで、やっぱりちょっと難しいところっすね。ちょっと待って、見えないよ見えないモーデンで全然見えないじゃん。はいはい、開いた、行きまーす。で、次の場所も、まあまあ、羽がないので、ダメか。あそこローリングでもね、行けたとは思うんだけど、なんかね、ちょっと行けなくなってるんだよな。まあ一回失敗したら、再挑戦が難しい場所なんでね。まあいいでしょう。オッケー、問題なし。やっぱこれだ。うん。自分が、効果力で後ろから支援しながら、あとは前線のウォーデンたちに任せて倒していく。まあこれが正しい形だね。うん、オッケーオッケーオッケー。ものすげえ盾になってくれる。ウォーデンの盾は最高だね。いいよ。あ、いや全然強いかもね。倒していける。でもあんだけ重なって攻撃すれば、ブワーッと減るよ。ブワッと。オッケー。あれ、まだお前がいたんかい。よし。完璧です。完璧。見えない見えなくなった。いいか、よし。いやいやいや。いけましたね。まあ、報酬は別に必要はないけども、一応取ろう。おお、すごいね。あんだけ重なって動いてくれると気持ちいい。分身の術みたいになってすごくね、動きが気持ちいいよ。あー、でもね、こっちの動きが遅い。せめてキノコ入ってるとね、若干速くなるんで、いいんだけども。キノコすら入っておりません。はい。よし。ということで、今日は、モーデン9兄弟で、クリアしてみました。ものすごいね。見た目は、ストライダーちゃんよりこっちの方がなんかエグい感じがします。まあ、ちょっと召喚ビルド弱いので、まあ今後、ちょっと修正は入れていってほしいところですね。はい、ということで、またやっていきます。チェックもよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。